写真伝30は瀬田嘉門です。この人は利休七哲の一人になります。まず瀬田嘉門について説明した後、で瀬田嘉門のお茶、それと客前で茶巾を絞ってさばく手前、これはさらし茶巾と言われる手前のようですが、この逸話を説明します。それと最後の覚悟の脇差しというのも逸話になります。瀬田嘉門は戦国時代から安土桃山時代にかけて活躍した武将です。利休七哲に数えられ、秀吉の定めた第七人衆の一人です。で、秀吉に仕えていますが、茶杓削りの名手と言われています。現在までも、結構な数の茶杓が残っているそうです。それと、客前で茶巾を絞ってさばく手前に関してと、覚悟の脇差しについては後ほど説明します。それと最後、豊臣秀次と連座で処刑されているのですが、この経緯はよく分かっていないそうです。1595年のことになります。通称秀次事件と呼ばれているようですね。瀬田嘉門は1584年12月に、津田宗牛とともに古田織部と、茶会に招かれています。で、少なくともこれより以前に茶の湯に親しんでいたと思われます。で、翌1584年、利休の勧めに従って詐欺の絵というものを松屋名物の一つですけど拝見しに行きます。これは利休が、竹野女王、あと村田珠光から続く、大事な侘び茶の心だというようなことを言っています。で、他にも瀬田嘉門には多くの茶杓、自作の茶杓ですね、が現在まで伝えられているそうです。客前で茶巾を絞ってさばく手前、これは絞り茶巾などと呼ばれていると思うんですが、当時はさらし茶巾というようなお手前が、あったようです。で、これの逸話が残っています。まず、茶碗、皿のように大きい高麗茶碗ですね。それに、利休にお願いして、湖になぞらえ、琵琶湖ですね。琵琶湖になぞらえて、湖という名をつけてもらったそうです。そして、逆に利休がその茶碗に添えて、大きい茶杓を削って送ったそうです。それが瀬田という、茶杓になります。で、この2つ、組み合わせてどうにかお手前ができないかと考えた、瀬田嘉門が考え出したのが、この客前で茶巾を絞ってさばく手前だそうです。で、現在も平茶碗に茶巾を仕込む手前があると思うんですが、その名残なのかなと思います。覚悟の脇差しという逸話について説明します。これは、井伊直弼の寒夜茶話という本に載っている逸話だそうです。待合の中くぐりに、亭主を迎えるときに、脇差しを指すことは昔はなかったそうなんですけども、昔というか当時からですね、戦国時代の真っただ中ですけども、ただそれを、脇差しを指して迎えに出ることは不吉とされて、嫌われていたそうです。ただ瀬田嘉門は利休を茶会に招いた時に、そのことを、時間ですね、すっかり忘れていて、何の支度もせずに、釜もかけていなかったそうです。で、わざわざというか、あえて脇差しを指したまま、利休を迎えたそうです。で、瀬田嘉門が茶会のことを忘れてしまったので、今日はひとまずお帰りくださいと、後日またお茶会にお招きしますということを言うそうです。で、
意休も、あ、そうですか、それならやむをえませんねということで、後日また参りますと言って帰ります。ただ瀬高門はその時にはもうすでに脇差しを刺して出ていますので、もう二度とお茶をやらないという覚悟を決めて、そして出ていたんでしょうね。家来を呼んで、その日のうちにすき家を壊してしまったそうです。そして約束を違えて面目を失ったとして、もう二度と茶の湯に触れることはなかったと言います。まあこの話からすると、本当に武人としても茶人としても覚悟があったというふうに思えますが、まあ、似たような話で寝坊してこのお茶会に出席できないというか、お茶会を自分から催したのに、開催することがうまくできなかった牧村兵部、こちらと比べると、まあ、かなりの違いがあるのかなと思います。最後ですが、瀬高門について説明してきました。この人は、古田織部とともに利休に早くから、好きとは何か、好きの極意とは何かということを問うて、南京の詐欺の絵を見に行くように指示され、実際に見に行っています。そのため古田織部と一緒に、まあ感動したんでしょうね。そういう逸話が残っていますので、利休に対して実際にわび茶とは何かということを、まあ、悟るまではしないまでも何らかの心をつかんだと思います。でその上で茶杓を自分なりに削って、まあ、大きい茶杓が多かったそうなんですけども、そういうようなものを作ったりとか、先ほど言ったさらし邪菌と当時は呼ばれていたそうですけども、そういうものを手前として自分で考案したりとか、そして最後やめるにあたってはもう本当にお茶をやらないということで脇差しを刺して、武人として最後お茶をやめていく、まあ潔さもあったのかなと思います。で実に残念なんですけども、瀬高門に関してはあまり資料がないそうですね。でこの人のお茶のスタイル、まあ、大須七人衆にまで数えられるほどですから、かなりの腕があったと思いますが、現在までその話は伝わっていません。